朝2時台最初はザ・ゲストショーです。本日のゲスト野沢直子さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう私はね、はい、その消し坂はね、ものすごい食いついてますよ、私は。食いついて、本当ですか？私は、それ、何年か前に、なんか番組出た時に、やってたでしょ、はい、あ、はい。やってたよね。で、もうそれで、はい、あ、この人、ちょっとしたサイコパスだなって思ってた。リバリー出た時にね。出た時に、あ、この人、ちょっとしれっと、しれっと人を殺すなって思ってた。そんなことない。この人形、なんで消し坂やってる？人形があるからまだ抑えられてるんだ。どういうこと？危ないんですよ。絶対サイコパスだよね。ちょっとおかしいじゃん、こういう。悪いことする代わりに。アメリカにも多いでしょ、こういうタイプ。いる。なんかしれっと人を殺すぐらい。いないっすよ。田舎の方に住んでて。アメリカのシリアルキラー、ちょっとやってみよう。シリアルキラーだよ、絶対に。アメリカのシリアルキラー。おかしい、それで今聞いたら10歳から ?10 歳からやってる。絶対おかしいじゃん。なんでですか。普通卒業するよ、どっかで。そういうアメリカで本場でちゃんと学んでるから、心理学。そう、シリアルキラーをね。心理学学んでないでしょ、別に。いや、もう学んでるよ、私は。シリアルキラーについて、すごい深掘りしてるよ。タイプだよ、絶対に。間違いないよ。おね、ざっくりは。そんなわけないじゃないですか。絶対そう。昨日子供たちとこうやって一緒にやってたんですけど、やめてください。いや、子供はいいじゃん。でも子供は、そのうち卒業してくんだよ。まあ、そうなんで卒業しなかったの？どうしてずっとやってんの？おかしい。絶対おかしい。そうです。だって中間がいなかったでも30代、40代が誰もいなかったの。そう、いないよ。もう、みんなやらないんだよ。そんな30代、40代になったらもう。そうなんだ。うん、そうなんだじゃないよ。実際に準優勝したね、中学生はね、思春期で来なかったもんね。来なかったね。そうで、中学生だってもうすでに恥ずかしいんだよ、もう。もう俺やだ、もう。俺、子供じゃないんだから、もう、みたいな。一人だけ14歳で来てた子はかわいそうです。来てた子はかわいそう。新田くんはかわいそうじゃない。新田くんって名前言うな。じゃあ、新田くんすごい友達？新田くん育てようと思ってんじゃない？新田くん育てよう。自分の道に引き上げても40歳までやれよみたいな。次期会長として育てようと。やめろ！新田くんの将来考えろ！もう。もうサンフランシスコ条約です。新田くんやめて。条約。日米条約だから。そんな条約勝手に結ぶなよ。結ぶよ、もう。新田くんのために。新田くんもうやめて。今すぐやめて。やめてください。呼びかけない。気がついて、もう18歳ぐらいになったら。あと4年ある。あと4年ある。しまった。いきなりやめてくださいよ、本当に。そんなこと言いに来たわけじゃないですよね。消し坂食いついてるって言うから、なんか応援してくれるのかと思ったら真逆じゃないですか。うん、そう。でも、消し坂のことが、ものすごい頭に残ってたから。残ってはいたんですね。で、サンフランシスコに戻っても、時々思い出してたもん。なんか、サンフランシスコで海を見ながらさ、YouTube 見ればいいんですよ。そう。犬の散歩して、しながらちょっと海を見ながらさ、そういえば土屋くん、消しゴムで遊んでたなと思って。すごくない？好きなんじゃないですか。サンフランシスコ海見ながら思い出したの、消し坂。なんだろ、あの人。絶対おかしいなぁ。気になってた。よかったですね、今日ね。おかしいのはまあね。脅かしてます。すいません、本当に。なっちゃんと先日、食事したらしい。なっちゃんとね、なんかまあ、女芸人会みたいなね、一応ちょっとあって。で、ね、みっちゃんとか、清水みち子とかね、あと、黒沢さんとまちゃまちゃとか、あと、ボルサリーノの関さんとか、なんか、そういう、濃いよ。確かに、すごい濃い。自分はもう緊張しすぎて、濃すぎて、もうテキーラずっと飲んでましたね。え？緊張してたの？緊張しますよ、やっぱ大先輩だ。大先輩。全然だよ、もう。全然だよ。見てた人だから。いやそんなことないよ、そんな。でも、怖くないでしょ、みんな先輩だけど、そんなに。何静かになってんだよ。なんか怖かったみたいな感じの出さないで、そう、全然怖くなかったじゃん。楽しそうでしたよ、すごい楽しかったじゃん。なんで一瞬、うーってなってんの？なんなの、そのまま。誤解されちゃうからやめて、もうすぐに。楽しくさんの家に集まるんですか？あ、家じゃなくて、今回はちょっとね、レストラン。レストランで。レストラン、まあ、個室、ちょっとね、借りて。美味しかった。イタリアン。パスタとかいっぱいいただきました。まあ、デブ、みっちゃんが払ってくれたんですけども。もう、やめてくださいよ。払ってくださいよ。払えないんだって、本当にね。払えないんだって、もうおかしいじゃない。払えないんだって、もう。なんかどっかでね、やってましたよ。貯金ゼロだっていうふうに。あ、そう、本当だからさ。本当だからさ、じゃあ、それでもみんなさ、これ、なんかネタだと思っちゃってるけど、本当にゼロなんだって。もう、まあ、いろいろね、人生いろいろあるわけ。だから貯金ゼロなんだって。すごいですよ。そこ、深掘りしないで。消し坂は深掘りしていくけれども、そこは深掘りしないでくれる。貯金ゼロは
ダメです、ね、ゼロゼロ。深掘りこれからじゃあまたちょっと貯めたりね、まあいろいろ出稼ぎしないといけないですけど ね、まあね、そういうちょっと貯められればいいんですけどもね。そうですよね。いや僕この前自分の YouTube にね、うん、ポロリだらけの水泳大会ってあるじゃないですか、昔。あった。あれのパロディをね、うん、ちょっと上げたんですよ。うん、それで、昔のやつ見ようと思って、うん、YouTube とかにね、なんかの、うん、出てるやつあるんですけど、うん、上がってるやつ。それを見たら、それ野沢さん、めちゃくちゃ出てたんですね。出てたよ、もうさ、私さ、うん、なんか、オーイソロングビーツとか、そうそうそう止まっちゃってさ、止まっちゃって。それで、オリモマサオさんがさ、オリモマサオさんがさ、やっぱりさ、ホテルの従業員の人とかすごい仲いいの。それがちょっと私面白くてさ、それで、私とかやっぱりその当時、なんかこう、着ぐるみとか着せられて、それでこう何プールに落とされるみたいな役柄だったから、もう着ぐるみが水含んじゃって、私もうほんと死ぬかと思ったもん。怖いっすよそれ。だってあれもう今から30年以上前で、30もっと前じゃない、もっと前です、35年以上、下手したら40年近く前、40年近く前かもね。だからなんとか85とか出てん、85年、そうだね、そんな感じでかもね。で、なんか、折茂正雄です、野沢直子でーすとかつって、で、田代正史さんも。あ、出てたん、ま、マーシーもね、その頃結構仲良しだったからね。そうそうそう。そうそうそう。それで、なんか普通に木村拓哉さんとか、うん、まだ全然、第3コース、木村拓哉とか、木村拓哉くんとかってこうやって、次第4コース、ちびっこギャングとかなんですよ。あ、ちびっこギャング、木村拓哉の後、ちびっこギャングが泳ぐんかいみたいなさ。懐かしい。ちびっこギャングは、うん、え、魔石？いやいや、違う、ごめん、ごめん。ちびっこギャングはもう、何かっていうと魔石。魔石はもう違います。あ、違うんだ。違います。魔石のね、会長は見に行ってたんですよね。指で会えたら、ゲップとか。魔石の今の社長の秀夫さんなんかも。その頃からも知ってるもんね、だってね。もう、でも個人的にさ、でも、秀夫さんって、聞いただけでもう笑っちゃうわけ。秀夫さんですよ。まあ、そうですよ。この間さ、この間、はい、なんかその、同窓会があって、はい、夢であった同窓会があって、はい、で、まあ、なんか、まあ、秀夫さんの話すごい出るわけ。南原さんと清水さんとね、秀夫さんの当時だから、前の社長と一緒に来てたんですか、秀夫さん。そうそうそう、来てたの、来てた、うん、なんか、前の社長、来てたかな、なんか、どれか、ひでちゃん、よく、ひでちゃんって今呼んでたんですけど、ひでおさんよく来てたわけですよ、現場に。で、なんか、その、なんかこう、まあ、なんかめっちゃくちゃ忙しい時に、なんか、どっかで、なんかロケやってる時に、うんうんうん、そのロケを見に来て、車で木に衝突しちゃったっていう話で。ひでおさんが何すかこれ。その話で、この間同窓会の時めっちゃ盛り上がってた。もうひでおさんが耳から血を流しながら、大丈夫大丈夫大丈夫だから俺は大丈夫って言ってるのがめっちゃ面白くて。ごめんなさい。でも僕らはもうひでおさん社長ですけど。ね、社長になったんだ。なんか、はい、その、未だに、喋らない。いや、喋らないの？ほんと口数少ないよ、ね。口数少ない。まあ別に、だからすごいなんか、はい、あえてバンバン喋るわけじゃないんだよね。そうです。でもその頃はさ、まあ若かったから、はい、なんだろう、タノキンみたいな髪型してて。タノキンの。ひでおさんが？誰ですか。なんかわかんない。加藤野と金がいますよ。なんだろう、こう、やった昔のマッチかな、マッチみたいな感じの。マッチみたいな。ひでおさんがマッチみたいな髪型だよ。で、それで、なんかこう、なんかいつも、だから業界人っぽく、ちっちゃいバッグをこう横に、セカンドバッグを抱えて、もう、セカンドバッグって言っただけでみんな大爆笑しちゃうもんね。ひでおさんの、ひでちゃんのセカンドバッグって言っただけでみんなザーッとか笑うっていう、なんかね。同窓会で。同窓会で。人気だよ。人気ですね。皆さん人気なんですね。社長。いや、ほんとでもなんか同窓会には来ないんだけどね。来ないぐらいがちょうどいいかも。いないところでみんなのネタに笑った。いないところでみんなの、そうそうそう。そう、当時だと、うっちゃんなんちゃん、ダウンタウン、野沢さんと清水さんでやってたじゃないですか。はい、で、全員来たんですか、同窓会は。いや、同窓会はいつも、うん、ダウンタウンは呼びません。まあ、やっぱりちょっと、ね。忙しいから。忙しいっていうのもあるし、うん、まあ、普通のちょっと町中華的なね、ところで、まあ、いつも同窓会やるんで、なんかやっぱりそんなところに、まあ、二人を呼んでもね、まあ、っていうのもあって、あとまあめんどくさいなっていうちょっとあるじゃないですか、ね、やっぱ2人来るとやっぱ気使っちゃう、まあ、気使っちゃうみんな ね、 やっぱりちょっと大御所すぎちゃって、そっかそっか、
まあ、なんちゃんぐらいがちょうどいい。なんちゃんぐらい。なんちゃんぐらいがちょうどいい。なんちゃんぐらい。それはひどい。だからほら、内村さんさ、ほら、来ないじゃん、そういう時。あ非社交的でしょ、悪いかし。そんなやっぱ南原さん、パッと。なんちゃんパッと来ますもんね、3人でじゃん。3人でなんか、ぐだ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 言って。なんちゃんが来ると、なんかいつも、あの、みっちゃんが、私たち付き合ってたよねって言って、それで私がそこにわって入って、いや、私でしょって言って、それでもうなんちゃんが最後に、どっちとも付き合ってねえよっていう、うん、そういう流れ。楽しそうだな。そういう流れがね、もう、めんどくさいんですけど、必ずやんなきゃいけないんですよ。まだそんなに。そんなまだで20代、30代、40代、50代、60代。まだやってる。まだやってるってすごいな。もうじゃあ昔からもう仲良かったんですね。まあ、そうですね。仲良かったですね。ねいや、でも楽しそう。だからここ東京っていうか帰ってきたらやることはもうなんか大体決まってるわけですね。こっち帰ってきたら、うん、あ、そうですね。だからまあみんな、そのみっちゃんには必ず会う。うん。うん、そうですよ、ね。うん、もうでも本当にあの、消し坂もまたこうで、現物が見れてちょっと嬉しい。うん、あの時心に残ってたから。すっきりしました。すっきりした。受験物見て大体わかりました。あ、なっちゃんなんだこれ。そうですよ。はい。あの、なっちゃんと。これね。これ誰これなっちゃんと。ハリセンボンのはるかちゃんですね。ああ。よかったら作りますけど。え野沢さんの。作ってくれんの？本気しも作りますよ。本当に？よかったら。お願い。じゃあ。それはいいんだ。急に気になっちゃって。急になっちゃって。それはいいんだ。心に残っちゃって。え本当に作ってくれんの？作りますよ、それは。マジで？で、はい、どれぐらい、何日ぐらいでできんの？まあ、僕今、もう 3D プリンター持ってるんで。持ってる。えサイコパス3D プリンターでいつでも間違いない、サイコパス怖くないですか？捨てられること怖くないですか？じゃあこれ、じゃあ、はい、じゃあ土屋君が作ったの？自分で。あ、まあ、そう、でもこれはもう、あの、プロの人たちがデザインしてくれて、ちゃんと、あの、業者さんに頼んで。あ、びっくりした、今。作りましたよ。触っちゃってよかったのかと思って。大丈夫です。俺が作ったやつだって。映っちゃったらどうしようと思って。映ったら知らない。サイコパスが。作んないよ、そんなんじゃ。あ、作って。作っていいです。作ってくれるの本当に？作りますよ、それは。嬉しい。YouTube とかやってるんですよ、消しゴムサッカーの YouTube。そうです、一応。見たことあります。消しゴムサッカー YouTube。なかった、知らなかった。ちゃんと試合を、あの、やろうと思って。それで消しゴムだけが映ってんの？じゃあ。大体そうです。で、実況みたいなのやってんの？実況も僕がやってます。おかしいな。それで、その見てる人とかやっぱいるんだ、それを。そうですね。今。これ聞いてみたら世界に、これ通用するのかどうか。僕はこれ世界でやりたい。ワールドカップ安村とかもすごいじゃないですか。そうだから世界に通用しないんじゃない？いや、きっぱり。早い。早いんだから乗っかってきたんだ。通用しないんじゃない？通用しないんじゃない？泳がせといて。だって、泳がせといて、転がせといて。変な人押したり、いろいろ。押したりしといて。食いついたように見せかけて。結構気になってる。でもアメリカにこういうのないですよね。ボードゲームみたいのダメ。ボードゲームすごいある。めっちゃある。ボードゲームはすごいなんかみんな好き。なんかそれで。ノリでやんないですかね、こういうのって。どうだろう。やっぱり、ちょっとやっぱ子供ですかね、やるとしたら。真剣にそんな相談されても、困っちゃうんだけど、USA 代表みたいな感じで。相談されても困ってる。まあでもなんか、まあ、やってみればじゃあ。アメリカのね。本当ですか？でも英語とかでね、やってたらしいんですよ、一時期、その YouTube のスペイン語とかで。一時期もうそれ英語。主役が英語、英訳を入れて。入れてやって。大変じゃん、英訳入れんの。いつか、そのなんかアメリカのすごいセレブとかにいいね押してもらえないかな。そう、なんか、ジャスティン・ビーバーとかが、あの、ピコ太郎と同じ。ピコ太郎と同じ。そういうの乗っかろうと思って、そのチョイスがジャスティン・ビーバーですね。やっぱり、はい。そうなんだ。いいね押してもらったんですよね。あ、そう、ジーコにね、ジーコに押してもらいました。ジーコって。あ、サッカーの J リーグの時来てた鹿島アントラーズ。あ、やっぱサッカーだけに？サッカーだけに、そうなんですよ、ちゃんと。すごいじゃん。そうなんですよ。ええ。可能性はあると思うんですよね。あ、やだ、すごい目キラキラ、キラキラ。怖い。ぴったし当てはまりますね、サイコパス。サイコパスだよね。ちょっと待って、サイコパスって言わないから。子供たちにやるってさ、お父さんとかが怒るじゃない。いやいや、子供なりいいんだよ、子供の時は。昨日の、昨日来てた。卒業していけば、正常。心配になっちゃうから。あの、メールたくさん来てます。そうですね。はい。アンズさんです。はい。先日、野沢さんがラジオに出演してた時のお話で、帰りに耳かきを買って帰ると聞いて驚きました。あ、
耳かきの文化っていうのは全世界じゃないんだって勉強になりました。極端なお話で、咀嚼で耳垢が自然と落ちるとも聞いたことがあります。咀嚼？あ、で、噛んでるうちに、そう、耳、耳かきがなくって、みんななんかそのアメリカ人ってこう綿棒でこう取ったり、はいはいはい、あとなんかその、うちの旦那とかは、ボールペン、ボールペンで取っちゃって、ようとするわけ。それで、何やなんかしないけどよくやってるこうやって。それで、大体が、耳垢みたいのが、あとできないの、あんまり。白人の人って。そんなことあります？東洋人の、なんか、特有なもの？耳垢ちょっと多分できると思うんだけど、なんか東洋人の方が製造されやすいらしい。顔の作りとか、そういうやつ。でも、ボールペンでやるってことは、まあなんかちょっとなんか気になって、あるみたいだけど、こうやって入れる。耳かき自体は全然売ってない。売ってない。だからなんか毎年買って帰っちゃうかな、私は。でも日本人も耳かきしなくてもいいっていう話も聞きますよね。うんうんうん、でも癖になっちゃうよね。気持ちいいから。気持ちいいから、もうついつい。始めたら癖になっちゃうけど、ほんとね、自然に落ちるっていう人もいるから。あ、でも綿棒はさすがに世界共通で。綿棒やってる。でも綿棒良くないんだよね、本当はね。あ、綿棒も良くない。綿棒もダメだって言われた。なんか、傷ついちゃうんだって。あ、そうなんだ。だから耳かきがやっぱ一番いいのかなと思って。確かに。気持ちいいですか、ね、気持ちいいです、ね。ないですよね。それも結局何が一番いいのかね。ねえ、わからないよね。わからないけどね。結構あるのかな。なんか土屋くん、うすら笑いを浮かべてると、やっぱりちょっと怖いよね。でもちょっとなんか、ずっと俺をそういうふうに、そういうふうに見てるから、また。いや、なんかすごいなんか、この人ちょっとって、ちょっと思ってたから。まあちょっと、ね、マジで俺、昨日のイベントで盛り上がった直後だったんで。え、その、消し坂イベント消し坂イベント盛り上がった直後だったんで。何人ぐらい来るわけ？来ましたよ。来ましたよ、もう。何人ぐらい来てきたの？だから、中には60人入って、外にはね、何百人ぐらい来ましたよ。200人ぐらい来ました。そんなに来ましたよ。消しゴムサッカーのイベントですからね。マジで、だから今もうほんと紅葉してるとこなんで。え、紅葉してんの？あんま水を刺さないでもらっていいですか？水すごい刺したいよね。水をどんどん刺したいよ。サイコパスですか？やめてくださいよ。いや、もう血だらけのキティちゃんのやつやった。ごめんなさい、そうです。血だらけのキティ。言われたくないですよ。タトゥーですけどもね。タトゥーが入ってます。すいません。血だらけのキティ。かわいいタトゥー。かわいいでしょ。なかなか。ありがとうございます。これ聞きたいな、ゆこぴさん、はい。毎年帰国するたびに驚くことってありますか？今年の企画。帰国では何かありましたか？なんかさ、うんうん、新しいやっぱ日本語が、なんか生まれてて、うんうん、なんかさ、こう、みんなさ、こう、塩味のことをさ、塩味とか言い始めた。ああ、確かに。それでなんか今年とかさ、はい、みんなキッチンカーって言うじゃん。はい、え、なんだろう、はい、う屋台じゃんと思って。なんかそういうちょっとした、言い方変わってる。言い方変わってる、みたいなのがあるね。確かに。それで驚いちゃう、なんか。塩味って確かに昔言わなかった、ね。塩味なんて言わないよ。うん、言わない。塩味でしょ。塩味でいいじゃん。じゃあ、イラッとしてくるよね。ね、誰に断りもなくそんな。なんかそうっすね。変えちゃってんだよ、と思って。なんかそういうのが、うん、なんか肉肉しいとかも、なんか昔言わなかった。最近なんかよく言いますよね。肉肉しい。なんか肉たらしいのこと。なんかお肉、肉料理食べた時になんかすごい。肉？そう、肉肉しい。肉肉しいって言って。肉肉しいですね、みたいな。前なんて言ってたんだろう。なんて言ったの？本当に言う？肉肉しいって。怪しい、なんか。もう土屋さんのこと信用できてない。おかしい。信用してくんないじゃん。いや、信用なんかできない、ね。おかしい、怪しい、肉肉しいみたいな。肉肉しい。ちょっとラップみたいなのになっちゃった。いや、そう、前、まあ、塩味みたいなやつないかなと思って、今必死に探して。俺は最近知ったのが、ニキとかネキとかって知ってます？あ、え、知らない。知らないでしょ？うん。兄貴とか、今までだったら、そんなか、なんとか兄貴とか。先輩のことを。ニキって言うの？女性の先輩にはネキ。ネキって言う。姉貴の略で。本当に？そう。そして全然知らない。でももう本当若い人しか使ってないですけどね、そういうのはね。そうそう。でも、当たり前みたいにもう言ってるから、俺は全然わかんない。え、なんとかニキみたいな言うわけ？そうです。消し坂ニキとか、消し坂ニキ。漫才ニキとか、なんかそういう。そうですね。サイコパスニキ？サイコパスニキは言わないで。サイコパスにニキは使えない。本当？パスニキとか言わない。スニキとか言われてない。パスニキって何ですか？そっちはちょっと、柔らかくなりますね。どっちも略して。うん、柔らかくなります。パスニキとか言わない。そういうのあるからね、毎年。
へえ、そうか、それ知らなかった。そのニキとネキじゃ。ニキネキ。そう、なんか誰かが言ってたんで、そんなわけないだろうと思うんですけど、うん、大谷翔平って、そんなアメリカで人気ないよとかっていう人がいるんですけど、めちゃくちゃ人気ありますよね。なんか私、これ、なんか若干炎上したら嫌なんだけど、うん、だから、その、人気あるんだけど、なんかその、あの、野球自体が、野球好きな人は野球見るんだけども、なんかやっぱりさ、アメリカってそう、バスケとアメフトなわけよ。そっちの方が上なんすね。だから、その、そこら辺は、なんかすごい、なんかキラキラしてるんだけど、その、野球ってなんか、なんていうの、そこに比べると、ちょっと地味なスポーツっていう印象があるから。柔道みたいな感じなのかな、日本でいう。柔道なんだろうな。相撲みたいな感じなの。あ、なんかちょっとそういう。プロスポーツではあるから。うん、なんか、なんだろう、だからその、なんか日本で、この毎日翔平って言ってて、で、確かにみんな翔平知ってるんだけど、でもなんかその、だから温度差があるかな。各方が放送されてる感じなのかもしれないですね、毎日ね。例えばモンゴルとかだともっとすごいじゃん。すごい。まあ、もうすごいけど、でも若い子とか知らないじゃん、それ。モンゴルではそうなんだ。モンゴルはもうだって、毎日やってる。大谷みたいな感じでやってる。やるでしょ、だから、八村さんとかの方が有名だって。あ、八村さん、まあそんなにあれじゃないかもしれない。有名じゃないかもしれないけど、でも、バスケとやっぱりアメフト、やっぱりその、そっちの方がなんだろう。なんか、こう、国を挙げてわーってなるって感じ。だから、スーパーボールとかさ、あの時とか本当にさ、誰も道歩いてなくなっちゃうわけ。みんなテレビ見てて。そうなんですね。で、うちとか見ないから、その時間になんか、例えばなんかどっか買い物とか行くと、あんたいいの、うち帰んなくてってなんか、レジの人に言われちゃうって感じ。私ももう帰りたいから早くして、みたいな。でも本当、なんか国を挙げてっていう感じだけど、それを比べて野球って野球好きな人は見るけどもね、みたいなとこちょっとあるかな。アメリカってもう50州ぐらいあるじゃないですか。うん、別に全部共通なんですか、テレビって。あ、違う。やっぱ50州あるから、本当に、なんか本当に50カ国あるぐらいに、やっぱり州によってなんかキャラクターが全然違うし、だから全然なんかすごい難しい。なんかアメリカどうですかって、なんか、ふわっと聞かれても、なんか州によって違うからなって説明してもちょっとね、あれだし。だからロサンゼルスだけですごい人気のある、テレビとかもあるみたいな。多分あると思う。で、やっぱそのカリフォルニア州に住んでるんだけど、カリフォルニア州でその一個の州だけど、なんか土地だけで言ったらほら、日本より広いから。日本より広いそう。だからその大きいか、その一個の州が一個ずつが。だからほんと全部違う国って。みたいだって言っても。スケールは違いますね。ねえ、大きいからね。さあ、CM 交通情報の後も野沢直子さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。さあ本日はゲストに野沢直子さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チュランペットさんという方からリアクションのメールですね、はい、野沢さんが消し坂をずっとやってる土屋さんのことをヤバい人扱いしていましたが、はい、言われてみると少し納得していま、ほらそうでしょ。説得力あるんだから。そう考えると昨日の公開生放送で、無邪気に消し坂をやる子供たちの笑顔が複雑です。まっすぐ育ってほしいものです。心配になっちゃって、まっすぐ育つんじゃない、みんなほらね、やめていくよ多分ね。そう、卒業する子たちを引き止めなきゃいいんですね。そういう問題なのかな。まず自分が卒業すればいいのにね。そこがね。そしたらもう終わりますから。終わりますよ、それは。終わっちゃいます。そんな押すのかちょっとよくわかんないけど。でも自分の消し坂はやっぱちょっと欲しくなったっていうのはね、ぶっちゃけ。それは本当の本心。本心ですからね。こうやってなるのはいいですよね。やっぱり自分のフィギュアが作られるという人はね。じゃあ見守っててもらっていいですか。それはどうだろう。それはどうだろう。見守ってくださいよ、本当に。そうだろう。それはどうだろう。たくなにね、ちょっと言わないですけど。キジちゃん35歳ですね。はい、還暦祝いで安藤夏さんから赤い花尾の草履をプレゼントされたそうですが、そうです。履き心地はいかがですか？なんか本当にあの、可愛いやついただいちゃって、はい、ちょっとね、ありがとうございましたなって。ありがとうございます。優しい。還暦祝い。還暦ですよね。いやもう還暦になっちゃって、もうね、驚き。もう。ありがとうございます。でもサイズが分からなかったので、ウィキペディアとか調べたんですよ。足のサイズ。書いてなくて。まあそうだよね。野沢さんに何度かお会いしてるので、自分の身長と野沢さんの身長をちょっと比べて、だいたいこんぐらいだろうっていうのでちょっと買っていきました。推測で。すいません。
若干ちょっと小さかったんだけど。ごめんね、ぶっちゃけ。意外に足大きかった。意外な足大きかった。ごめんね。でもね、全然大丈夫。絶対履ける。うん、絶対履ける。無理やりね。ちょっとね、そうだね。サイズ難しい。サイズ難しい。でも大丈夫。ありがとうございました、本当に。嬉しいですよね。優しい、優しいよね、そのね。嬉しい、本当に。ありがとうございます。さあ、じゃあ、こちらのコーナー参りましょう。Today's Spotlight。あ、今日、イングリッシュ。英語で。英語っぽい。今日の英語にしたいけど。英語っぽい。今日のだけだけどね、英語にしたのは。さあ、この時間ゲストが今一番聞いてほしいお話を伺っております。何か最近気になることとか。気になることはやっぱ、まあちょっと消し坂もね、気になってましたけれども。私もう一つすごい気になってるのが、まあちょっと森脇健児さんですね、やっぱり。森脇健児さん。なんで森脇健児さん、ちょっとやっぱね、ケンジウォッチャーなんですよ。ケンジウォッチャー、ケンジウォッチャーです。もう毎回帰ってくるたびに、はい、ケンジが出ている番組を見たりするのが大好きで、もうなんか、ケンジがなんか、すごく浮いてたりすると、うん、それのを見ると、すごく嬉しくなるんですよ。あー、また今年も浮いてる思って、もうすごい嬉しくなって、でこの間まあ27時間テレビお出になってて、うん、はい、まあその時も、もう走る前、その後、そのもうインタビューで浮きまくり、もう嬉しくてしょうがない。もうそれを見ると目が飛んでる。なんだのケンジはと思って、でまずそのなんかケンジの名言を拾うのもすごい好きなんですよ。ケンジの名言が、で今年出ました、大きいのが2023ケンジの名言、攻めて攻めて攻めだるまやっていう。もうこれが、もう私も、何に対して今年は日本に来てよかった。これを見れただけでもと思って、もうすぐにスマホにちょっと入れといて、それでバンドのライブとかあるんですけども、そういう時コール&レスポンスで、もう私が攻めて攻めてって言ったらお客さんに、攻めだるまやって言ってもらう。もう事前に教えといてね。教えといてね。もう会場が一体となって、攻めだるまやってみんなすごい言ってきて、もう豊作じゃないですか。豊作ですよ、もう。ケンジのおかげで。ありがとう。不作の年もあるわけですよね。不作の年も。ケンジ見れなかった年はね。ちょっとたまたま夏にケンジが出て。なんかみんな教えてくれて、ケンジウォッチャーが教えてくれて、取りだめしたものとかもあるんですか？なんか感謝祭とか見るといいよとか、言ってくれたり、ちょっとそれでなんか、まあ、過去の、なんか YouTube とか見てみろみたいな感じで、これを見てみろで、これで検索しろって言って、なんか、ケンジの、鼻水垂らして、泣いてるとことか、あれも YouTube で見て、あ、ケンジありがとう面白い、うん、昔は知り合いですか、そもそも。共演はしてたんだって。まあ、共演っていうか。夢がもりもりとかやってたじゃん。夢がもりもりの時はもうちょっと渡米しちゃってたんで。あ、もういない時からいなかった。そう、その時は、あれはなんか夢で会えたのが終わってから始まった番組だったんで。そうか、だから夢がついてたんだ。で、なんかちょうど私なんかちょっと大阪の番組で、なんかちょっと特番かなんか出てた時に、なんかエンディングでこう立ってたら、誰か後ろからドンって押されて、で、それがケンジで、で、ケンジが私のことを押し抜けて、前に出て、吉川晃司のモノマネしてて、この野郎ってずっと思ってました。私の話。こっちは忘れないですもんね。忘れ、それで忘れなかった。向こうはもうね、何人もそうやって生きてるでしょうしね、ケンジは。でもそれが今もうケンジさんにも。もうケンジから、もう目が離せないもん。他のケンジ、ハガケンジとか、そこら辺は。ハガケンジさんとは、私ちょっとあの頃はレコードか、なんか出したことあって、曲を。あるんですか？あるんですよ。恋の滝登りっていう、ふざけた絶対売れないようなやつがね、歌ったことあるんです。ケンジね。ケンジ、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 森脇さん以外のケンジは別にウォッチャーしてない。ウォッチャーしてないけど、もう森脇さんはもう大好きですよ、本当に。そうだったんですね。はい。海外が届かわからないですもんね、海外にいたら、ね。森脇さんは知ってんすか、野沢さんがこう、ケンジウォッチャーどうだろう、なんかそろそろ届いてもいいんじゃないかな。そういろんなとこ言ってるんですね。昨日もね、清水美智子さんと、みっちゃんと、YouTube の生配信やって、で、その話をして、それで、なんかこう、攻めて攻めてって言ったら、攻めだるまでみんなすごいチャットバーって出てきて。浸透すればいいのになって。ケンジ、ケンジ再ブレイク。攻めだるま流行らしたい。流行らしたい。もうなんかでもみんなちょっとね、ケ
レンジにもっと注目してもらいたいわ。そっか。A コート挫折。ね。自分でよく言ってるでしょ。A コート挫折。ね、いや、だからよく、マセキ会長もね、すごかったんだって言う、はい、言いますね、森脇健児。ヒデちゃんが、はい、ヒデちゃんが、健児を。いや、ヒデさんのお父さん。お父さん。森脇健児すごかったんだよ。よく言ってたから。言ってましたね、この世代の人ってやっぱり昔からちょっと注目してたんだなっていう。そ, う、ねうん、その頃はだからね、うん、なんかチキショーと思ってたんですけど、うん、こうドンと押されたんで。うん、でもまあ、なんか今はね、なんか一周回って、うん、まあ、なんか頑張ってもらいたい。頑張ってもらいたい。はい、対談やってほしいね、二人そうですね、いつか、いつかその共演があるという、なんかすごい、なんかこう、わーって、やっぱりなんかもう、私もわかるんですけど、うんうん、やっぱりこう、Z 世代の人とかね、うんはい、こう、そういう若い人たちと一緒に出るときに、うん、ついはしゃいじゃってね、うん、浮いてしまうっていう時は確かにあります、うんうん、で、その時は、あ、ケンジの見すぎだなって思ってナオコって言われてるかもしれない、ナオコとか言われてるかもしれない、しまって、ケンジの見すぎだ、あ、いけない、やっちゃった、はしゃいちゃってる、私、ちょっとケンジケンジになっちゃってる。ごめん、いけないけど。抑えてケンジ。今日大丈夫した。今日ノーケンジです。ノーケンジ。今日ノーケンジ。さあ、もうそろそろお別れの時間なんですけどもね、はい、お知らせお願いします、うん。ちょっとお知らせが全然なかったもんですから、あの、去年出しました。はい、去年出した本なんですけれども、はい、降りてきたけど、まあ、一家と、小説の方で、はい、半月の夜、2冊出版しているので、はい、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、うん、今日のゲスト、野沢直子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.